それでは、セッションを開始させていただきます。ことはじめ、立つ PPAP、セキュアな情報共有、クラウドファイル共有とウェブコンテンツ管理について、お話をさせていただきます。本日の内容ですけれども、まず、私、大沢の方から、ファイル共有ですね、ウェブコンテンツ管理の最近のトレンドについて、そして、その後、渡辺の方からですね、コラボレーションの活用事例を中心に、ファイル共有とウェブコンテンツ管理のご紹介をさせていただきます。そして、最後にですね、中根から、オラクルコンテンツ&エクスペリエンスという、上記のですね、課題を解決するソリューションの概要についてご紹介をさせていただきます。では、まずはじめに私から、トレンドについてお話しします。今はですね、緊急事態宣言が、発令されている状況になりますので、皆さんもですね、テレワークというものをですね、また実施されているというところも企業さんも多いんじゃないかなと思います。じゃあ、テレワークというところでどんな課題があったかということになりますけれども、こちらはですね、国土交通省が、調査した結果を、令和2年度の情報通信白書に掲載されているものですが、実際ですね、やはり、大きくは3つですね。まあ、1つは、真ん中の黒の部分になりますけど、制度とか物理的な、課題っていうものが多いんですけれども、やはりですね、まあ、社内でのコミュニケーションだとか、まあ、ファイルをどうやって共有するかみたいな、まあ、情報共有の効率化という課題と、あとはですね、やはりセキュリティをですね、どうやっていくかということで、このまあ効率化とセキュリティっていうのが、その IT の対策というところでは非常に大きな対応になるのではないかなと思っています。で、この中の一つがですね、やはり今日のテーマの部分ではないかなと思っています。で、そういった中ですね、今日のセミナータイトルの PPAP、これはですね、上のところに書いてあるパスワード付き ZIP ファイルを送ります。パスワードを送ります。暗号化プロトコルというので、頭文字を取って PPAP になりますけれども、これはですね、お客様にですね、とか、社内で送る際にですね、ZIP 付きのファイルというものと、あとパスワードを送りますという、まあ、日本における、まあ、情報セキュリティの対策ということで非常にこれまで使われておりましたが、実際ですね、同じ経路を使うということで、メールというのは同じ経路になりますので、万が一そこを、使われてしまった場合ですね、情報漏洩のリスクになるということになりますので、認証ですと最近多要素認証という違うデバイスを使うという手法になってきますので、まあ、違うものを使ってパスワードを経由するべきだと、共有するべきだという話。それからですね、私もこれ結構、あるんですけど、やっぱスマートフォンで、まあ、自宅とかリモートですと見ることも増えると思いますが、そうすると、ZIP ファイルですね、を見るって標準の機能でできないということがありますので、まあ、そういった意味で効率化の面で課題になってきているというのがあります。で、実際ですね、右にありますように、まあ、内閣府内閣官房ではですね、脱パスワード ZIP 付きという運用を、まあ、やめていくということであったりだとか、あとちょうどですね、本日ですね、日経コンピューターの記事に載っていますけれども、まあ、日立さん自体も PPP を前面に、まあ、廃止するということがありますので、まあ、これからですね、やはりセキュアなファイル共有というのは一つ大きな取り組みではないかなと思います。で、オラクル社はですね、日本オラクルですけれども、こちら、ワークアットホームという制度を、もうすでにですね、昔からやっています。で、そういったところもありまして、2001年からですね、すでに開始をしておりまして、もう2004年からは全社員が対応ということになっています。で、実際ですね、日本オラクルはですね、この去年ですね、の3月以降ですね、オフィスを閉鎖しておりまして、今日渡辺、それから中根、私もですね、自宅から、お話をさせていただきます。まあ、全社社員がですね、自宅から、参仕事をするという体系になっています。で、その中ですね、実はこのコンテンツ管理製品で非常に役立っておりまして、こちらですね、オラクル社の社内用の、我々社員が使うですね、ファイル共有の仕組みであったりだとか、ウェブコンテンツの管理として、この今日ご紹介するコンテンツ&エクスペリエンスが採用されています。で、このコンテンツですね、左側ですが、コンテンツ共有って言いますと、もう9000万以上のドキュメントというもので、200テラバイト以上のストレージに、まあ、社員のですね、5万人以上のユーザーが、すでに、利用しております。ですので、
我々ですね、ファイル共有するときっていうのは、ZIP ファイルを使って、まあ、メールで社内で送るということは一切、まあ、しないような運用ができるという形です。それからですね、この右側の社内の、ポータルサイトですね。まあ、こういう、例えば経費精算こういうふうにやりましょうであったりだとか、まあ、そういったような社内用のポータルサイトですね。こちらも、本店のエクセンジを使っていますので、まあ、全社ですね、115万人のユーザーが利用する環境というのがすでに整っています。で、さらにですね、皆様が、弊社のサイトにアクセスされていることもあるかと思いますけれども、その際にですね、例えば顧客事例のサイトですね、こういったところのサイトであったりだとか、あとオラクル Java も持っていますね、java.com ですね。こういったところもコンテンツエクスペリエンスのウェブコンテンツ管理の機能を使っておりますので、多くのですね、お客様に、実はもうすでに使っていただいている社内で実績があるツールになっております。では、ここからですね、まあ、トレンドとオラクル社の取り組みについてお話をしましたけれども、実際にですね、日本のお客様でどのような形で活用されているかについて、渡辺の方から説明をさせていただきます。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは私の方からは、クラウドファイル共有とウェブコンテンツ管理のコラボレーション活用例ということで、オラクル&オラクルコンテンツ&エクスペリエンスなんですけど、略して OCE というふうに呼ぶところもあると思いますので、覚えておいていただければと思います。まあ、いくつかユースケースをご用意しているんですけど、まず1つ目はオンライン授業への活用ですね。オンライン授業と書いてますけども、授業だけではなくて、例えば企業様の中で、オンライントレーニングをされることもあると思います。そういった時に活用できますので、こちらの、ユースケースと事例の方を話していきたいと思います。で、こちらの中で使っている機能としては、クラウドファイル共有、ウェブコンテンツ管理ということになります。OC はですね、クラウドファイル共有とウェブコンテンツ管理の機能が1つになった製品です。もうそちらの2つの機能がシームレスにすべてつながりますので、まあ、今までそれぞれ検討されているお客様もいらっしゃると思うんですけども、1つにつなげることで、より多くのですね、メリットが出てくるというふうに考えております。まずですね、オンデマンドの研修ですね、あるいは授業、そういったものの配信のイメージになります。まずは、管理者の方が動画を保存します。それから、学生さんが、動画を視聴します。ということで、コンテンツ管理の中でファイル共有、ウェブサイト管理という話をしたんですけども、それにプラスして動画を見るような機能の方も、ご用意しています。で、そういったオンデマンドの、動画のサイトを作るときにも、サーバーの構築など、特に必要ありません。すべて OCE の機能だけでできます。またコーディングなしにポータルサイトを作ることができるようになります。イメージとしましては、まあ、オンデマンドですね、ストリーミングの方を、実現することができます。まあ、基本的にドラッグ&ドロップのみで、ストリーミングサイトを作成することができます。で、PC だけではなくて、モバイル、そういった他の、デバイスからも動画を視聴することができるようになってございます。それに加えて、まあ、特に学生さんの場合ですかね、まあ、教員と生徒の間での、例えば講義資料の共有ですとか、課題の提出、こういった時に、ファイル共有の機能を、使うことができます。ですので、ファイル共有の部分を使って、例えば講義の資料を受け取ったりですね、提出したりすることができるようになります。こちらに関しても、もちろん PC だけではなくて、モバイル、iPhone ですとか、Android から接続することができます。またチャット機能もありますので、例えば資料のレビューですとか、そういったものにですね、注釈機能をつけてコミュニケーションすることもできるようになります。それから、URL を介した、例えば講義の何時間目の、データはこのリンクだよということで、リンクをですね、作成することができますので、外部用、それから内部用のリンクの方を搭載しております。で、この中で我々がですね、メリットとして1つ挙げるとすると、OCE はユーザー課金ではありません。後ほど課金の話も出てきますけども、ですので、費用を気にせずに学生さんも登録できます。例えば何千人とか、もしかするともっといくかもしれないんですけども、多くの学生さんが使っていただくようなプラットフォームになっています。ということで、1つ目の事例に入ります。防衛医科大学校、こちらは1000名で使っていただいています。
教官、学生、そういった方々がオンライン授業を円滑に、実現されております。で、今までの課題としては、統一的なそういったプラットフォームがないというような、課題がありました。それからレポートの提出ですとかレポート共有ができない。で、ちょうどですね、1年前の4月ぐらいに検討が始まりました。で、ちょうど、緊急事態が、発令されておりましたので、やはり、こちらの大学様でも、オンラインでどうしてもやらなければならない、そういった時に、すぐに活用できるようなプラットフォームということで OCE の方を、選択いただいています。導入にかかった期間は、3週間です。まあ、5月末からも必ずどうしても始めなければならないというようなことでしたので、それで3週間で構築が完了して、もうすでに1年近く経ってますけども使っていただいております。で、実際のレポート提出も行いますので、オンラインで進捗が確認できるようになっています。で、なぜオラクルを選ばれたかといいますと、やはり動画教材などの提供が容易、先ほど話したように、動画の視聴もできますし、レポートの共有もできる、それからモバイルからもアクセスできるというところと、アップロードされるファイルを自動的にウイルススキャンを実行します。そういったところをメリットというふうに挙げていただいています。で、オラクルが有している、日本国内のデータセンターの方をご利用いただいております。2つ目ですね、顧客事例、小樽商科大学様。こちらも、オンラインの授業ですね。主に、ビデオ配信ということで、インフラの方は、オラクルクラウドインフラストラクチャー、OCI の上で、手動で作っていただいています。その中で、動画を見るような、ものをですね、作っていただいております。で、実際に、パブリッククラウドではコストが不明、特にですね、データ転送量がすごくかさむことが想定されましたので、他社のクラウドに比べて、オラクルのデータ転送量は大体、そうですね、10分の1程度になりますので、そういったところが、採用理由というふうに聞いています。で、オラクルクラウドインフラストラクチャの上で、動画視聴サイトを作られて、その裏ではですね、OCE でファイル共有を使っていただいているような事例でございます。ですので、OCI と OC、まあ、ちょっと紛らわしいですけども、この2つのですね、ものを使って実現されているような事例になっています。想定スペックも結構大きいんですね。まあ、受講者が500人だったときですとか、科目もかなり多くございます。まあ、ご興味があれば、こちら URL も貼っておりますので、後ほど見ていただければなというふうに思います。ここまでが1つ目の、ユースケースですね。2つ目、文書の業務フローからサイトの公開までということで、次のユースケースの方に入っていきます。まあ、紙ベースの業務を電子化しましょうと。それから在宅においても業務フローを、実施しましょうということで、今回ご紹介している OCE にプラスして、オラクルアイデンティティクラウド、ID 管理ですね。OCE に無償で ID 管理の製品がついてきます。で、プラスして、もっとセキュリティを上げたいのであれば、優勝版を、追加で使っていただくことができます。それから、プロセスワークフロー、オラクルインテグレーションクラウドの中にあるプロセスというモジュールを使って、ワークフローの方を実現します。まず一つ目の目的ですね、文書のレビューや承認に関する文書ワークフローということで、就業規則ですとか、そういった社内の承認、公開にですね、使っていただいています。で、まあ、我々もそうなんですけども、あと RFI ですとか RFP のですね、レビューにも、使うことができるようになっています。それから NDA などの社外からの文書のですね、回覧レビュー、そういったものに使うことができます。で、あと複数ファイルの添付が伴うということで、我々もやはり経費精算が結構ありますので、そういった時にも、このワークフローを使っております。あとは国内ですとか、海外の出張申請、それから営業倫理の申請ですね。そういったところに業務フローを使うことができます。それから、文書とワークフローに関しては、ユーザーインターフェースを統合します。まあ、今回こう見ていただくと、OC 以外にも他の製品が出てきていると思いますけども、すべて統合されていますので、もう OC の中で、ワークフローまで動かすような、シームレスな形で、ご提供しております。
で、実際に見ていただくサイト、ポータルサイトですとか、サプライヤー向けのポータルサイト、それから従業員ポータル、こういったものを実現することができます。フローの例ですね、ユーザーさんが文章を上げて承認して、承認が OK だったものが、皆さん、外部のユーザーさんが見ることができるといった形になります。で、この中で、では事例がどんなものがあるかということで、今ですね、ちょっと事例化を進めているんですけど、まだちょっと名前が出せませんので、某国内金融業というふうに書かせていただいています。こちらも今お話したように、資料の承認から行っていただいています。課題としては、資料の承認の手作業がかなり増えましたので、手間がかかると。それから最終的に、外部に出すような資料に関して、承認作業も行われております。そういったときにインフラがないということで、文書のワークフロープラス最終的に、発信する先として、サイトを作成して、その中に文書の一覧を表示して、そちらを外部のユーザーさんが見るといった流れを実現されています。ソリューションとしては、社内外のファイル共有、それから資料の承認の自動化、それから公開サイトの作成。で、じゃあなぜオラクルを導入いただいたかというとですね、こちらのお客様は SI なしで自社で導入されております。それからファイル共有と CMS、ウェブコンテンツ管理を一つのプラットフォームで実現できたので、オラクルを選びました。で、今回、OC 以外に、プロセスですとか、ID 管理のお話をしましたけれども、好きな機能をですね、好きなタイミングで追加したり、それから、必要じゃなかったらそれを途中でやめたりですね、そういったことができるのがオラクルクラウドのいいところですので、その部分をかなり気に入ってご導入いただいています。それゆえ、予算に合わせて機能を、追加したり削除することができますよというところでご導入いただいております。で、最後の、ユースケースですかね、これが、グローバルサイトの実現、これはウェブコンテンツ管理だけのユースケースになります。イメージとしては、グローバルサイト、複数のサイトを一元管理できます。英語、日本語、例えばあとは中国語とか韓国語、いろんなサイトをお持ちですね。我々オラクルももちろんそうなんですけども、それぞれのサイトで、例えば商品情報を出すときに、その商品情報の、言語、例えば英語、日本語、韓国語、中国語で用意しておいていただければ、自動的にそのサイトごとに振り分けてですね、その情報を表示することができる機能を持っています。それから全く関係ないブランドサイト、よくありますよね。オラクルでもそうなんですけど、例えば先ほどの Java とか、別ブランドサイトを、立てるといったこともできます。で、こういった複数のサイトを一つの OCE のインスタンスの中で、管理するといったことができるというところが、大きな特徴になっています。こちら、事例の話ですね。こちらももうすぐ名前は出せると思うんですけども、国内某製造業さんで導入いただきました。つい最近、本当今月ですね、サイトがオープンしまして、確か10サイトぐらいですね、オープンされています。で、課題としては、既存のエンタープライズ CMS を使われてましたので、高すぎるということで、オラクルの OC を使っていただいています。それから先ほどお話したようなグローバルサイト、ブランドサイトなどの複数のサイトを短期間で作成したい。もうあまり時間がなくてですね、半年ぐらいで 10ぐらいのサイトを立ち上げなければならないといった課題がありましたので、OC の方をご導入いただきました。で、多言語サイトで実現されています。それから複数サイトを、一元管理できますので、コンテンツを再利用することができます。例えば画像とかです、動画ですね、そういったものもですね、再利用することができます。それから既存の HTML を OC に移行することもできますので、今までのデザインを崩すことなく、サイトの方を立ち上げることができます。それから画像類などを、社外のデザイナーさんとやり取りをして、いただいたものをサイトに反映するといったことができるようになっています。で、なぜオラクルだったかというところで、我々オラクルもですね、エンタープライズの CMS も、もちろんあるんですけども、だいたい10分の1以下のコストで実現することができます。それからインフラ、もちろんクラウドですので、いりません。
もう一つ面白い特徴としては、無償で URL 変換をします。オラクルクラウドの URL ではなくて、お客様の URL に変換してお返しを無償で行います。ということで、3つ目のユースケースになります。で、最後にその他の事例ということでですね、いくつか紹介させてください。まずはクラウドファイル共有ということで、京成電鉄さんもですね、こちらは外部メディアのファイルのやり取りといったことで、ニュースを発信されるときに、その時のニュースの画像ですとか、あるいはその、ニュースリリースに出していただくような文書ですね、そういったものを、こちらの OC を使って、共有されています。ソリューションとしては URL を、QR コードに変換して、外部メディアさんとやり取りをされています。それから会話機能を使って、その資料を仕上げていく上でですね、簡単なフローを使うようなイメージで資料を出すことで作業を効率化されているといったことになります。それからエクスペリエンス機能を使って情報共有サイトも活用されております。で、オラクルを選んでいただいた理由としては、定額ではなくて使用した分の課金。これも大きなポイントですので、今日覚えておいていただければいいかなと思います。それからやはりファイル共有だけではなくて、エクスペリエンス、サイト、CMS ですね。エクスペリエンスといったのは CMS の機能を使って、サイトを簡単に作成して短時間で立ち上げることができます。それからファイルの暗号化、パスワード有効機能ということになります。で、もう一つ。今度はピーチジョンさんですね。女性の下着メーカーさんです。こちらコールセンターで顧客対応時に、商品情報からいろんなデータを検索しなければならなかったんですけども、かなり煩雑化していたというのと、中国とのファイルのやり取りがなかなかできなかったということで導入いただいています。この OCE はファイルの全文検索がデフォルトで実装されておりますので、こちらはかなり気に入って使っていただいています。で、中国のグレートファイアウォール、こちらの方も特にオラクルクラウドの方は制限されておりませんので、使っていただくことができるといったところもポイントです。で、なぜオラクルかというところ、先ほどお話したように全文検索と、中国からも使うことができる。あとはやっぱり定額ではなくて使用した分の課金ということでユーザー数を考慮する必要がありませんよというところで気に入って使っていただいております。で、3つ目、最後ですね。こちらは本当に WebCMS の事例です。NTT データ先端技術株式会社様のサイトです。課題としては、サイトの更新作業にとても時間がかかっていたというところと、インフラの管理コストにとても課題がありましたということで、ソリューション。こちらのお客様は、あまりですね、HTML とかサイトを作ったことない方が担当になられてですね、導入されました。で、もちろんこちらも SIer なしで、データさん自体も SIer さんなんですけども、そういった技術がある方々ではなくてですね、一般の社員の方がトレーニングなしでサイトの公開の方を実現されております。それからスマホに対応したレスポンシブ対応のテンプレートを提供しています。後ほど中根のところからですね、紹介もあると思うんですけども、テンプレートを用意しておりますので、そちらを用意して使っていただけると、スマホに対応したようなサイトの方もですね、簡単に作っていただくことができるようになっております。で、なぜオラクルを導入されたかというところでお客様の言葉をいただいています。当時はですね、やはり試行錯誤を繰り返して、そうですね、2、3ヶ月かかったんですかね。で、作られたんですけども、今も覚えていただいたので、その2、3ヶ月かかったですが、今新しいサイトを作れと言われれば、大体1日で同じサイトができますよというふうにおっしゃっています。あとはインフラがいりませんので、ウェブサーバーですとか、そういったもの全く、不要ですし、考える必要はありませんので、大幅にコストの方を削減されたといったような事例でございます。私の方からのユースケースと事例は以上になります。それでは中根さん、お願いします。はい、中根です。で、それでは今ここからですね、20分、25分ぐらいですかね、今までちょっとご紹介してきた Oracle Content and Experience OCE の製品の概要と、実際製品動いているものですね、デモンストレーションをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
サービス概要ですね。インテリジェントなコンテンツ管理プラットフォームというふうに書いてありますけれども、基本的にはもうクラウドサービスですので、ウェブのブラウザーを利用して、先ほど来から紹介させていただいてます、ファイル共有の機能であるとか、アセット管理とか、ウェブサイトの作成、公開っていうのをやっていきますと。あと一部の機能はですね、モバイルのアプリケーションなんかも提供してまして、そこから、ファイル共有の機能なんかを使うことができます。で、特徴ですね、ちょっと5点挙げさせていただいてます。ちょっと欲張っちゃったんですけれども、少し5点ですね、1つずつちょっと簡単に紹介をさせていただきます。まず1点目ですね、さまざまなユースケースに対応しますという形で、ファイル共有の機能、よくあるようなファイル共有の機能、プラス、ウェブコンテンツ管理の機能ですね、ウェブサイトを作って公開する機能、あと、ウェブサイト上で利用する画像だとか動画であるとか、そのウェブサイトに出す製品情報とかニュースみたいな、そういったコンテンツですね。我々はアセットと言ってますけれども、そういったものを管理する機能ですね。で、このファイル共有とウェブコンテンツ管理の機能が、一つのクラウドサービスとして連携された形で、利用がすることができます。非常に特徴的なクラウドサービスになってます。単品でそういうクラウドサービス提供されている会社さんもあると思うんですけども、我々はこのファイル共有とウェブコンテンツ管理が一体化された形で提供されているクラウドサービス OCE というものを提供しております。1つ目ですね。2点目ですね。この今紹介したこのアセット管理のところをちょっと続けて紹介させていただきますけれども、ウェブのコンテンツ管理で、やっぱり画像とかの管理のところで、やっぱすごく必要な画像が見つからないとか探せないとかっていうところでお困りになるお客様結構多くいらっしゃいますと。そういうお客様に対して、我々が提供しているのが、画像はそのアセットリポジトリってところに登録してくださいと。登録すると、クラウドサービス側でその画像の中身を認識して、適切と思われるタグを自動で付けます。スマートタグと言われているものですね。後でデモンストレーションでご覧いただきます。で、このタグを使って必要な画像とかを簡単に探すことができます。今、このスクリーンショットですと、タグが5、6個ついていると思うんですけれども、これ全部手動で、自分で手で入れるのってなかなか大変だと思うんですけれども、自動で付きますと。で、そのタグを使って画像を探したりとかですね。似た画像を探すなんて機能なんかも後でデモンストレーションでご覧いただきますけれども、そういったことができます。なので、何ですかね、タグをつける作業っていうのも削減することができますし、必要な画像、そのタグがついていることで、画像を探しやすくすることができますというのが特徴です。2点目です。3点目ですね、先ほどのユースケースの紹介のところでも、動画とかオンデマンド配信っていうキーワードがあったかと。ですけれども、それを実現するのがこの機能です。動画を活用したデジタル戦略の実現という形で、これちょっとすみません、後で課金の話をしますけれども、有償オプションという形で、高度な、動画管理というふうに書いてますけれども、例えば MP4 であるとかいうような動画ファイルをこの OC のアセットリポジトリにアップロードするだけで、オンデマンド配信に最適な形式に変換して管理することができます。で、オンデマンド配信に最適な形式って何かっていうと、YouTube とかで動画をご覧になられたお客様、皆様いらっしゃるかと思うんですけれども、そういったような形で、動画のストリーム再生、配信、オンデマンド配信ができるような管理の仕方を、クラウドサービス側で動画が登録されたタイミングで勝手に変換して管理しますというような形ですね。なので、動画を例えば10秒早く送ったり、巻き戻したりとか、再生速度を1.5倍にしたりとかですね。そういったのが非常に簡単にできるような、動画の配信の機能というのを提供しています。プラス、動画の作成編集ってあるんですけれども、動画を作るところですね。動画を作る、専用のアプリケーションですね。ソースビデオって言われているものっていうのも提供を、つい最近ですね、開始をしております。なので、このソースビデオって言われているもので動画を作って、それを OC に簡単アップロードみたいなようなことができるようになっています。で、動画のところの課金だけちょっと後ほど説明しますけれども、こちら、何ですかね、使うユーザー数とか、編集ユーザー数ではなくて、登録した動画の数で課金をするような形で、
ご提供させていただいております。はい。で、4点目ですね。今まではそのアセット管理で管理したものをウェブで配信するとやるとか、OC の標準のユーザーインターフェースで、動画とか画像を探すみたいな話をしてきましたけれども、ここで OC で管理しているアセット、動画とか画像っていうのは、外のサードパーティーのアプリケーションとか、その外部のウェブサービスですかね、に対して API でコンテンツを提供するようなことができますと。ヘッドレス CMS っていうようなキーワードで語られるような使い方も、この OCE というのは実現することができますと。なので、例えばその既存のシステムとかで一部分だけコンテンツ管理を使って CMS 化したいであるような使い方であるとか、あとはその、なんですかね、ウェブコンテンツ管理のテンプレート開発の作り方が覚えるのがなかなか大変だったりするので、その辺は自分たちで好きな開発のフレームワークですね。リアクトとかいろいろあると思うんですけれども、そういったものを使って、フロント周りは自分たちで好きに作りたいです。でもコンテンツ管理は裏の仕組みとして、ヘッドレス CMS みたいなものを使いたいですというような時には、このオラクルコンテンツ&エクスペリエンスをヘッドレス CMS としてご利用いただいて、お使いいただくことができますというような使い方もできます。最後ですね、5点目ですね。ウェブサイトの作成の機能ですね。事前定義済みテンプレートから数クリックでウェブサイトを立ち上げますっていうふうに書いてますけれども、このオールコンテンツ&エクスペリエンスですね。インスタンス作成ってやると、事前定義済みのテンプレート、ウェブサイトのひな型になるサンプルみたいなようなものが、10パターン近くあらかじめもう登録されてます。なので、それを使って、ウェブサイトをさささっとこう立ち上げて作っていくようなこともできますし、お客様ご自身のその会社の多分コーポレートブランド、ブランディングとかいろいろあると思うんですけども、カスタムのデザインのものを入れていただいて、そこでウェブサイトを作っていく。両方できます。事前済みテンプレートを使っていただくと、非常に素早くウェブサイトを作っていくことができます。形ですね。あと、ここに書いてありますけれども、公開サイトとセキュアサイトですね。公開サイトはいわゆるインターネットで URL を知っている人であれば誰でもアクセスできる公開サイト、いわゆる公開サイトです。あと、セキュアサイトっていうのは、ID パスワードでログインして、アカウントを持った人じゃないとアクセスできないような、なんですかね、顧客ポータルとか、社員ポータルみたいなウェブサイトですね。そういったものも作ることができます。あと、公開サイト、自社ドメインの URL 変換の機能っていうのもご提供してます。で、自社ドメインの URL ですね。オラクルクラウド .com とかって URL、普通に作ってしまうと URL がそうなってしまうんですけども、それを自分たちのマイカンパニー .com みたいなのに変えるような仕組みっていうのもご提供しています。で、ウェブサイト作るのは、作る方法ですけれども、この画面の左側のスクリーンショットを貼ってますけれども、基本的にはドラッグアンドロップで、配置して大きさ調整してみたいな形で、あまり HTML とか、スタイルシートとか、あんまり詳しくない方であっても、なるべく簡単に作れるような仕組みっていうのをご提供しています。多言語サイトの管理なんかもできるような仕組みをご提供していますというような形ですね。非常に多彩なウェブサイトっていうのをいろいろ作っていくようなことができる機能っていうのをいろいろ提供しております。はい。というような形で、外部調査会社様での評価もなかなか、評価いただご評価いただいているような製品ですね。として、今ご提供させていただいているのが、オラクルコンテンツ&エクスペリエンスという製品になります。続けて価格ですね。ちょっと簡単に価格の体系ですね、ご紹介をさせていただきます。先ほど来からそのユーザー数の課金ではありませんよっていうお話をさせていただいてますけれども、課金の計算要素として、丸1、丸2、丸3、丸4というのがありますけれども、これをで課金をしていきます。基本的にはこの丸1の OCE の中に登録されたアセット数ですね、ファイル数ですね、の数で課金をします。なので、例えば、ユーザーが1000人いても1万人いても登録されたアセットの数は、例えば100個であれば、100個分での課金というような形になります。ユーザー数は関係ありません。これが一つ、課金の要素一つ目です。で、2点目が、
そのアセットを例えばユーザーさんがダウンロードしました、プレビューしましたときに発生する下りのデータ転送量で課金をするような形です。で、丸さんはその、オンデマンドの動画配信の機能を使う場合、これ有償オプションなんですけれども、デフォルトはなしなんですけれども、使う場合はこれをオンにしていただくと、この丸さんの課金が発生します。これも、ユーザー数とかではなくて、登録したビデオ、動画の数で課金するような形になりますと。最後4点目が、まあ、登録したそのファイルとか動画っていう実体ファイルは、オラクルクラウドインフラストラクチャーのオブジェクトストレージの中に格納されますので、そのまあストレージの使った分だけの課金という、このまあ4つの要素で課金が発生します。それぞれの価格表が今見ている通りですね。丸1がアセット数と言われているもので、アセット登録されているアセットの数によって段階的にその課金の、課金の金額が変わっていく形になっています。下りのデータ転送量が丸2、動画の拡張動画オプションというのが丸3という形になっています。オブジェクトストレージの課金の体系はここにある通りです。はい、で、ちょっとまあ、価格表だけ見てもあまりイメージつかないので、ちょっとまあ、あくまでも一例ですけれども、例えば、その、とある部門、100人ぐらいいる部門で、社外とのファイル共有コラボレーションで、OC を使います、ファイル共有の機能だけを使いますというような場合の考え、課金の考え方ですね。例えば100人で、登録ファイル、1ユーザーあたりの、ごめんなさい、1ユーザーあたりのファイルの登録数は大体1ユーザーあたり1000ファイルぐらい登録してますみたいな想定を置いたときですね。で、ファイルとアセットの関係で、そのファイル、20ファイルで1アセットとカウントするとかっていう課金のロジックがあるので、それでちょっと計算をしていくと、だいたい月2万6千円ぐらいで、100人でこれを割ると、だいたい1ユーザーあたり250円とか60円とか、それぐらいの金額感で、まあ、ちっちゃく、まずお試しで始めていただくことができると。これぐらいの金額であれば始めやすいし、正直やめやすいというような形もあるかなと思いますというような形ですね。まあ、ちょっとまず始めてみようというのは、まあ、お手頃な金額感でやっていくことができますと。2点目ですね、ウェブサイトのシナリオですね。公開サイトシナリオという形で、まあ、大体その、なんですかね、規模感として、月間ページビューですね、ウェブサイト、作ったウェブサイトのページビューが大体50万 PV ぐらいで、コンテンツの数が2000、トータル2000ぐらい。みたいな感覚で、ウェブサイトを運用していく場合ですね。ですと、まあ、大体、ここに書いてあるような月2万弱ぐらい、年間だと14万、22万いくらみたいな形の金額感でご利用いただくことができます。まあ、なので、非常にお手頃な価格で、ウェブサイトの管理であるとか、ファイル共有っていうのが始めていただけるのかなというふうに考えています。はい。で、ちょっとすみません、ここまでずっと、パワーポイントの資料の説明だけで来てしまったので、製品のデモンストレーションですね、少しご紹介をさせていただきます。画面を切り替えました。見えてますかね、Oracle Contents and Experience の、トップページですね、ホーム画面出してます。画面の左側に、アセットとかサイトとか、ここがそのいわゆる Web コンテンツ管理の機能ですね。で、下の方に行くとコラボレーションのところにドキュメントと会話って、これはファイル共有の機能になっています。で、今ログインしているのが、まあ、いわゆるシステム管理者の権限で入ってますので、いわゆる管理メニューなんかも全部見えています。では、はじめにファイル共有のところですね、ご紹介、少しだけご紹介させていただきます。左側のドキュメントをクリックします。そうすると、いくつかフォルダーがこう作られているのが確認できると思います。この丸々、一番上にあるこのデモってフォルダをクリックします。3つフォルダがありますね。オフィス文書のフォルダをクリックします。こうすると、まあ、パワーポイントの資料とかがこういくつかこう登録されているのが確認できますと。これですね。まあ、今、表示っていうのをクリック選択しましたけれども、オフィスオンラインとの連携機能、今有効化されてますので、パワーポイントオンラインでプレビューすることもできますし、ブラウザー上でプレビューすることもできます。ウェブプレビューしましょうか。そうですね。まあ、こんな形で、ちょっと左側のメニュー閉じますね。
ブラウザーで、PowerPoint をわざわざダウンロードせずに、中身をこうやって確認していくことができますと。で、当然、ファイル共有なので、複数人でこれをこう、共有してやり取りしたりするんですけれども、右側のメニューをクリックして、会話っていうのを出しますと、コメントのやり取りができます。なので、ここでコメントそのまま打って入れることもできますし、例えば、スライド2のこのスマートフォンの画像を変えてほしいときに、それを言葉で打つのはなかなか大変なので、マークをして、プレビューしているのをマークして、ここを修正してください。コメントを入れてあげると。そうすると、一目瞭然ですね。これを修正してくださいというような形で、双方向のやり取りが非常にスムーズになるような、こういった会話の機能ですね、ご提供しています。で、実際、こんなやり取りをして、このファイルを外の、例えば社外のユーザーさんに送りたいですというときは、ここからリンクの共有ですね。リンクの共有をクリックして、いわゆるパブリックリンクとか、公開リンクとかって言われているものですね。でリンクのオプションを、リンクに名前をつけて、公開リンクでのアクセス権限、例えばこれ参照者ですね。プレビューしかできない権限。でリンクのアクセスコードを設定して、リンクのコピーをしますと。で、ちょっと他のユーザーさんがアクセスしたというようなイメージで、ちょっと、シークレットブラウザですね。立ち上げて、そうすると、ログインではなくて、アクセスコードを入れてくださいという形になります。アクセスコードを今入力して、コンテンツにアクセスをクリックすると、先ほどのファイルですね、プレビューができます。ダウンロード権限を与えてないので、プレビュー、このユーザーさんはプレビューしかできないような形ですね。という形で、簡単にファイルを共有した。今、ファイルを共有しましたけれども、フォルダーを共有というのも当然できますですね。実際、パブリックリンクからファイルプレビューされたので、アクセス履歴ですね、確認すると、ウェビナーってパブリックリンクの名前つけたんですけど、このパブリックリンクからたった今、最新のバージョンを閲覧しましたよ。つまりお客さん送った相手が見てますよっていうのが、これで確認できるというような形で、ファイル共有っていう機能を使っていくことができます。はい。ここまでファイル共有の機能ですね。続けて、アセット管理のところを少しご紹介します。アセット管理、左のメニューの上から2番目ですね。クリックしました。今、リポジトリというのをこう定義して、今テストリポジトリというのを選択しているんですけれども、この中で、例えば画像だけ絞り込んでいって、左から2番目のこのカプチーノのですね、画像をクリックします。で、右側のメニューから、タグっていうのを見ていただくと、ここにスマートコンテンツタグですね。ちょっと見えますかね？この辺です。スマートコンテンツタグっていうのがあるんですけれども、これが登録したら勝手にタグがつきますよって言ってた、自動でついたタグです。エスプレッソとかカフェオレとかコーヒーとかついてます。なので、このキーワードを使って検索することができます。画面をアセットのリポジトリに戻って、ここでコーヒー。入れると検索ができますですね。こんな形で。コーヒーっていうタグがついたものだけは検索できるような形になっています。コーヒーのタグ、検索を消して、中をこう見ていくと、途中に、犬の、オールドイングリッシュシープドッグですね。この犬の画像ですね。出てくるんですけれども、これも、この画像に似た画像を検索したい場合は、右クリックで、ちょっと言葉が硬いですけど、視覚的類似、似た画像を検索したいですとクリックします。そうすると、指定した画像に似たものが関連性の高い順に検索に出てくる。なので、さっきのこのオールドイングリッシュシープドッグと似た画像っていうのを探すと、関連性の高いものが上に出てくるので、それで探すというようなことが簡単にできます。というような形で、その勝手に自動スマートコンテンツタグと言われているものでタグがついてそれを使って必要な画像をいち早く簡単に探すということができるようになっています。ここまでが画像ですね。
その他に動画の管理のところ少しご紹介をさせていただきます。ビデオっていうメディアグループからビデオっていうのをクリックしました。よいしょ。ごめんなさいね。ビデオ。はい。ビデオが2つ出てきました。で、あのマウスを上にするともうなんかサムネイルが動いてるんですけれども、これが先ほど言ってたその拡張動画ですね。拡張動画で動画の再生ですね。ちょっと画面見づらいんですけれども、下側に 10秒前送りする、早送りするであるとか、再生速度を変えるであるとかっていうような機能っていうのがもうあらかじめ登録すると勝手にできるような形になっています。で、これらの動画をちょっとウェブサイト上でどう配置するかっていうのをちょっと最後ご覧いただいて、デモンストレーションを終わりにしたいと思います。サイトをクリックします。で今管理しているサイトですね。今25、6個あるんですけども、サイトの数は何個作っても課金には関係ないので、いっぱい作ってますですね。サイトを編集する画面を起動します。で、編集画面ですね。今プレビューしている状態で、左側にこの豆の、コーヒー豆の動画が入っているので、これを別のものに変えたいと思います。編集モードに変えます。で、今ある動画を一旦ウェブページ上から削除します。で、ここの美味しいコーヒー豆を選ぶのを上に入れます。入れ方は簡単で、アセットでちょっと画面を広くしますね。ここから動画だけを選びます。で、ちょっとちっちゃくしますね。もともと豆の動画、コーヒー豆が入ってたので、このカプチーノとか、ドラッグアンドロップで、よいしょ。配置してあげますと。これだけですね。あとは、ですね。例えばその再生、自動再生にするとか、音をミュートにするとかですね。間隔を15とかですね。してあげて、調整してあげて、よいしょ。プレビュー。いうような形で、ですね。自動再生されますね。動画も変わりましたと。というような形で、非常に簡単に直感的なドラッグアンドロップとか直感的な操作でページっていうのを変えていくことができます。で、作ったこのページっていうのは、今、パソコンの大きさで見てますけれども、ウィンドウに合わせるってところから、例えば iPhone X の iPhone X か、大きさでプレビューするときは、どう見えますかであるとか、こんな形ですね。ちゃんと変わってきます。ちゃんとその横に並んだのが縦置きになってるねであるとか、iPhone の向きを縦に置いてたのを横向きにしたときはどう期待した通り動くのかとかです、ね。まあ、そういったものをブラウザ上で簡単に作っていくことができます。で、この使って今見ていただいているウェブサイトのひな型ですね、テンプレートも、これ自体も事前定義済みのテンプレートを使っておりますので、非常に簡単にウェブサイトっていうのを作っていくことができます。で、事前定義済みテンプレートは今ご覧いただいた通り、デバイスの大きさに合わせて伸び縮みする、レスポンシブっていう形のデザインになってますので、あんまりそのデバイスとかっていうのはあんまり意識せず、ウェブサイトをどんどん作っていくと、それがもうそのままレスポンシブのウェブデザイン、ウェブサイトになっているというような形になっています。はい。パワーポイントに戻りますね。今、デモンストレーションさせていただきました。で、今日ご紹介してきたオラクルコンテンツ&エクスペリエンスですね、さらにご理解いただくためにという形で、オラクル .com のウェブサイト上で情報提供とか、製品のマニュアルですね、英語版と、ちょっと翻訳にタイムラグがありますけれども、日本語翻訳版というのをご提供しております。で、ちょっと今日ですね、メインで紹介したのはこの右側ですね、オラクルコンテンツ&エクスペリエンスチュートリアルというものをご提供しています。インスタンスの作成方法からファイル共有の使い方、アセット管理とかウェブサイトの作り方みたいなものっていうのを日本語でチュートリアル形式でご提供しておりますので、ちょっと使ってみたい、ちょっとトライアルで触ってみたいときは、マニュアルと合わせてこちらのチュートリアルも使っていただいて、触っていただければなというふうに考えております。私からの紹介内容は以上になります。